画面の前の皆さん、こんにちは。ゆうきです。モンスターハンターワールド、ついに発売となりました。カプコンさん、開発お疲れ様でした。待ちに待ちました。モンスターハンターをね、綺麗な映像でやりたい、そんな人はね、たくさんいたと思います。そしてついにこのワールドがね、発売されましたので、私もね、5年ぶり、いやもう6年ぶりかな、6年ぶりにモンハンをやるんですが、楽しんで頑張ってやっていきたいと思いますね。ということで、まあもう駆け出しハンターみたいなもんなんで、ぜひ皆さん温かく見守ってください。そして皆さんで楽しんでいきましょう。それじゃあスタート。お、ゲームスタートでいいのかな。じゃあゲームスタートします。スタート。なんだこりゃ、なにこれ。あー猫ちゃん、あー、あーゆうきさん猫私なんですよ怒っちゃったよ猫でね、猫が私で、一応ねこのキャラの方はもうダークソウルから取ってルカティエルっていうね、あの女性のキャラがいるんですけど、それを取らせていただきました。今回もねルカちゃんでいきたいと思います。よろしくお願いします。まあね、でも猫の方が私、主人公猫ですから、どっちかというと移動。誰かいませんか。お、ダッシュ。オッケーオッケー。お、こっち行くのかな。登る、壁登り。よいしょ。あ、おいた。見てください。私たちの船が。海からなんか打ち上がったのか。何これ。このままでは。え？ダッシュ。ここにいると危険です。こちらに。いやそりゃそうだろ。てかこんなとこに。おーおーおー、大丈夫か？ごっつ。あー、すごい迫力。よし、脱出しよう。あ、じゃ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 あ。よし、任せるぞ。よし、行くぞ。さあ、ルカちゃん、行くぞ。越えていくんだ。おお、すごい、すごい、すごい。いきなりこんなアクションから始まるんだ。こっちかな？右かな？急いで。オッケー、上を目指す。なんか飛んでるぞ。あーだ食らったぞ。オッケー、あの先へ。あー、何今度地面が何なのこれ。モンスターじゃないよねこれね、まさかと思うけどね。あの浮流に捕まって脱出しましょう。急いですごいな。走って勢いをジャンプして飛び移るんです。オッケー。あー、なるほどね、捕まるっていうかもう強引に引っ掛ける感じね。おお、長さとか量みたいな、だもう全部マックスにしてあれにしといた。剛毛猫にしといたわ。剛毛猫剛毛猫にしといた。誰かが作ったキャンプですね。こんなとこにキャンプあんの。受付嬢のもとへ向かう。これを見てください。はい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 。テントに地図の一部がありました。マップを開くね。これですね。はい、私たちがいるのは今ここにいると。1ですね、マップ1。4の先に向かうと。ここが調査拠点。私たちの船が到着する予定だった場所です。オッケー。今はとにかくこの調査拠点を目指しましょう。はーい、目指します。地図を頼りに進んでみましょう。よし、進もう。来てるよ、なんか。あらららら。出たぞ。ドスジャグラス。さあ
あ、どうする？お、かっこいい、かっこいい、かっこいい。おお、おお、調査班リーダーって書いてある。かっこいい。戦ってくれよ、その体験で。おいで、置いてかれて、置いてかれちゃったよ。急いでって言ってる。なんか、なんだ、たまになんかお姉さん無音になるね。わーっと今ちょっと戦おうと思ったけど一瞬すごいね、すごいね。アンジャの方まで出てきちゃったよ。大丈夫ですか？すごいな。ちょっとかっこいいと思ったけどちょっとあれだな、ちょっと違った来ました。うわ、でっか、肉。え、肉じゃないの、あれ。ちゃうの。ここが食事場さ。へえ。すごい。あそこに。あ、いた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 。いた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 。まさに。おーい。まさにね、雑種丸出しのカラーですこれ。いました。よく頑張ったね、ルカちゃん。一言も喋んないなルカちゃん一言も喋ってこんないな。作戦会議の時間だな。私が無事だったのに。私頭でっか頭でっか。一同揃っているな。お、これより作戦会議を開始。よかったよかった、喋ってくれた。海を渡るゾラマグダラウスを船で追い。お、ゾラマグダラウス、ゾラマグダラドス、ゾラマグダラドス。ついに五機団が新大陸に到着した。オッケー、到着しました。大きな戦力だ。はい、この長きにわたる調査の決着が期待できる。任せてください。ひとまず代表として彼らに出席してもらった。はい、五機団のものです。よろしくお願いします。ここにいるのは調査団の要の連中だ。おう、よく覚えておいてくれ。あ、やっぱりあのじいちゃん、やっぱただものじゃなかったか。どう見てもそうだと思ったんだ。本題に入ろう。今回渡りを行ったのはゾラマグダラオス。火の山を背に追う。ゾラマグダラオス。古竜だ。古竜ですね。我々調査の最大の目的は、あれ古竜だったんですね。隊長。この古竜渡りの地名にある。司令官。へえ。およそ10年に一度新大陸目指して海を。ん？なんだあのこっつい猫は。およそ10年に一度新大陸を目指して海を渡る古竜たち。道すがらの生態系を変え、ほうほうほう、地形を変え、時には災害を引き起こし、遥か古来より古竜とはそういうものとしてある。なるほど。奴らが一体何のために新大陸に渡り来るのか。うん。今こそ解明しよう。よし。やりましょう。あ、なんだ、あ、出来すぎくんみたいな。今後しばらくは、モンハン界の出来すぎくんみたいな。ハンターたちは小型モンスターの調査と調査拠点の安全確保を、はい、なるほど。とりあえずこの辺の安全確保とかあれですね。まずはジャグラスの生息域調査はい、了解です。状況によっては討伐も検討してくれ。任してください。はい、頑張ります。任してください。他の南名はいつも通りだ。うん、ハンターたちを手厚く補佐してやってくれ。そこら俺が乗るぜ。お、すごいな、なんかこう、なんかなんかかぶってるな、ちょっとキャラが。なんか種族が違うだけで。なれるのを第一の目標に。オーケー。しばらくは指南役を頼るといいだろう。指南役、隊長。だとさ、一緒に行こう。おお、いいですね、隊長。体験持ってますからね。同じく調査団の追い風となってくれること。はい、頑張ります。解散。よし、頑張ろう、ルカちゃんと私。ねえ、ゆうきさん。猫のゆうきさん。五機団の初ヒングマはジャグラスの調査と討伐か。そうと決まれば武器が必要だな。こっちだ。武器なら二等マイハウスで装備できる。こっちだ、行こう。オッケー、武器お願いします。社長じゃないや社長じゃ何でもいいです。じゃあとりあえずこれハンターライフルでいいです。社長じゃないや、隊長
大丈夫、私これいただきます。とりあえずお金で払う。食事、食、え、肉定食でいいよ。じゃあはい、これでいいです。お、来た。お、すごい。お、すごい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 。おお、うい、いいね。おお、店長添えただけじゃないですか最後。店長、店長、店長、バジル添えただけっすよ。バジル添えただけですよ。さあ来ました、ジャグラスと古代樹の森。制限時間は50分です。いよいよ初仕事ですね。初仕事ですね。それではクエストのルール、クエストのルールを説明します。ルールその1、目的達成でクエストクリア。目的達成でクエストクリア。クエストには目的が設定されています。はいはいはい。これを達成して初めてクエスト終了となるんです。 OK です。今回はジャグラスを指定数討伐する。地図を見てみましょうか。はい、地図見ます。よいしょ。ジャグラスとは調査拠点に向かう途中であった、うんうんうん、あの小型モンスターです。そうですね、確かこの場所でしたね。行ってみませんか。了解。ルールその2、支給品を利用しよう。はい。支給品とは調査団から支給されたアイテムです。支給品ボックスに入ってるやつですね。クエストごと先輩のそばの箱に入っていますね。はい。必要なものをよく考えて持っていきましょうか。わかりました。準備万全。え、うん、うん、持ってきます。行きましょう。行くか。はい、行きましょう隊長。行くか。行きましょう隊長、ついてきます。ああ、なんすか、何を言われたか分からないです今。すいません、ちょっと早く、早口言葉で、早口ですね。ちょっと結構大丈夫ですよ今のところ。特に私攻撃するときは武器を構えろよ。はい、かしこまりました。脳投資と抜刀時ではできることが変わる。はい。何かを調べたりアイテムを使ったりするときは、はい、武器をしまうのが基本だ。わかりました、かしこまりました。採取物やモンスターの位置は私が生態マップに書き込んでおきます。お願いします。秘密があるな。はい。これがあれば回復薬グレートを調合できるぞ。食べました、食べました、ね、取りました。行くんですか。行っていいんですか。目的のジャグラスです。はい。さあお前一人の力でやってみろ。はい、わかりました。緊張しますけど頑張ります。いきます。頑張ります、素人なんで。どんなもんかちょっと分かりませんけど、ちょっと大丈夫ですかね。やられちゃうかも。ジャグラスが逃げたな。逃げましたね。おうぞ。はい、返しました。モンスターの素材を集めておけよ。あ、そうでした、そうでした。箱屋で必要になる。そうでした。あの、ちょっとベーターっていうのやってて、すっかり忘れてました。この作業を。はい。剥ぎ取っときますね、ちゃんと。ちょ、ジャグラス、あれ、消えたんじゃないですか。こっちだ。もう2匹ぐらいいたと思ったんですけどね。はい、こっちですね。あ、いいですか、行って。なんかあります。よし、こっちですね。行きます。お、いますね。よいしょ。あるものは全て使えよ。かしこまりました。使います、頑張って。片手剣はバランスの取れた近接部、素早い攻撃と回避ができ、とても扱いやすい。OK です、 OK です。結構いますね。結構いますよ。OK です。剥ぎ取った方がいいじゃないですかこれ。これもったいないですよこれ。先輩、モンスターの攻撃を回避しきれないときはガードで耐えるという手もあります。よし。よし、OK です、 OK です。あれ、終わりですか。いや、まだ大丈夫、まだいけます。私まだいけますって。クエスト落ちた。
剥ぎ取って。早く、早く、ユキさん早く、剥ぎ取って。剥ぎ取って、ぼーっとして。ご苦労。おお、ここに戻ってきた。なるほど。生息域に大きな変化は見られないが、数自体は増えていたと。ああ。危険なのはジャグラスだけじゃない。このところ、草食竜のケストドンもえらく気が立っているという報告があるんだ。うむ、やはりゾラ・マグダラオスの影響か。よし。よし、では、5機団の次の任務は、ケストドンの生息域調査と討伐だ。俺も一緒に行くよ。心配だからな。っていうことらしいです。オンライン集会で他のプレイヤーと交流したら一緒にクエストで出発することが可能になりました。コミュニケーション機能の確認を行います。ボイスチャットを有効にしますが、まあ家でいいです、とりあえず。OK。相棒、二機団の親方さんが呼んでました。囲い屋に行ってみませんか？集会で合流しましょう。なんか集会、なんか、すごいすごい。いろんな人が集会でに、何これ、怖い。ということでね、モンスターハンターワールド、ちょっと一回目なんでなくなっちゃいましたけど、また次回やっていきたいと思います。それじゃあ、ルカちゃんとね、ゆうきさんの旅が始まりました。それでは、次回からまたよろしくお願いします。村クエをね、動画の方は進めていきたいと思いますので、それじゃあ、お疲れ様でした。またね。怖い、集会所怖い。何、急に来たよ。どういうこっちゃ。